族の人たち、10歳を超えた頃からだんだんみんなの目つきが変わってきて、すごく怖かった。こんな世界だから、私ももう子供じゃないから分かってるけど、でも嫌なものは嫌。ママみたいな人生、私には無理だよ。まさかあのアイアンベースの中に、そうと知ってりゃ速攻荒らし回ってやったのによ。まんまと騙されてたってわけだ、善人どもに。
エネルギー反応3時と思われます。データベースにウォンテッド情報を発見。手配名称スカイスペクター。ちょっと待って、撃たないで。私が更新を試みてみます。もしもーし、生存者の方ですか？ご無事でしたらお返事くださいな。やあ、見知らぬ人たち。面倒なモンスターを倒してくれて助かったよ。感謝。僕のことなんかほっといて、そのまま通り過ぎてくれたらもっと助かったんだけどね。あれ、
今そこにいた女性は。気のせいじゃないと思うけどね。まあいいや。それにしても僕以外にも生存者がいるなんてワンダフルサプライズだね。僕の名前はミサキ、職業はメディック。よろしく。僕は図書館を探してるんだ。ユートキオ防衛軍が建設したという地底図書館だね。で、その入り口がこの辺りにあるはずなんだけど、なかなか見つからなくてさ。エンジンの調子も良くなったみたいだし、僕はまた調査を再開するとしよう。君には感謝しているよ。それじゃあ、またどこかで。よし。
反応を確認。ウォンテッドモンスターと思われます。気をつけて。
反応を確認。ウォンテッドモンスターと思われます。気をつけて。大きめの生存者のキャンプ、火迫の町があったはずの場所ですが、こんなに徹底的に跡形もなく完膚なきまでに破壊されてるとは。結局のところわしらの知っとる全ての生存者キャンプが壊滅してしまうわけやな。こりゃマジでわしらが人類最後の生き残りなのかもしれんぞ。新たな未確認のエネルギー反応を感知しました。数が多くて分かりませんが、そのうちの一つは人間かも。座標データを送ります。現地を調査してみてください。
ああ、多分これが入り口だと思う。ノアの軍団の攻撃を受けて図書館は地底に潜ったんだろう。そしてここが図書館へ続く誘導橋トンネル。伝説の大破壊の最中、こういうトンネルが東京のあちこちを結ぶ秘密の交通網として建設されていった。残存していた日本自衛軍の一部が中心となって東京反攻と呼ばれる大規模な反攻作戦が開始されたんだ。作戦は成功し、東京の一部をノアの軍団の支配下から奪還することに成功した。でもすぐにノアの軍団の逆襲が始まり、東京はさらに激しく破壊されて、ユートキオは壊滅した。わずかに生き残った生存者たちはその時からこの地をデストキオと呼ぶようになった。正直言って僕は人間って生き物が嫌いでね、ずっと一匹狼でやってきた。だけど君といるといろいろと面白いことがありそうだからね、仲間にしてもらうことに決めたよ。それからもう一つ、僕のゲパルトも好きに使ってくれたまえ。僕はこの戦車と一緒に君たちの守護天使のいるベースに帰投する。何か面白そうなことがあったら呼び出して一緒に連れて行ってくれ。Thank you.